の高い顔。よっしゃ、もう逃げろ、シャバの空気だぜ。ちょっと、まったく、どこに逃げたんだ。そわー、悪ガキどもめ。この建物の電車以外に図書館とかいろいろあるらしいからな。なんてこった。さっさと捕まえに行くぞ。うん、よいしょ。なんか部屋なんか部屋壁のところで隠れたいと思います。ここ登場室。こうやって様子を見つつ、この棚を有利にして逃げる作戦。ここに隠れます。リップに行ける、行けない。なんかマッサージの台。こういうことか。ああ。いやー、かなり肩凝ってるんですよ。いや、じゃあ行きましょう。よし、ゴー。じゃあ一番下から見に。オッケー、じゃあどうしよう、俺2階あたりがちょっと。じゃあ、よろしくお願いします。じゃあ、行くぞ。あっ、いた。まあ、ちょっといいのか、こんなに捕まえた。やべえ、まだいっぱい変なの持ってた。全然来たよ。残念だったな。じゃあ、牢屋行ってきます。よし。今回、タク警察と王警察か。なんか王さんだったら逃げられそうだな。さて、誰かいないかな。声が聞こえた気がしたんだけど、どこ行っちゃったかな。待って待って待って、ええ、ちょっと女の子で入ってくるなんてどういう神経してるんですか。えどういうこと。いや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 、信じられないんですけど。ここ変わっちゃうんだよ。私は変なんですけど。いやいや、そんなわけない。すいません、赤手ちゃんはもう出てくる。よっしゃ、なんてことだったか。嘘だよ。なんでだよ、どうせ乗ったのに。こっちはなんだ。トイレだ。いないな。おい、いない、いないな。あ、なんだこのカラクリ屋敷みたいな和室だ。ちょっと分かるか、なんか襖の中とかいねえか。これ大丈夫か。今んとこ俺スタジオのツアーになってねえか。これルームツアー動画になってるぞ。ガサガサってしなかった。あ、なんか物音がしたんだよな。トラ君、何してるんですかここで。これちょっとあの保健室で休憩を。あ、休憩してるんだ。はい、せっかくね、いい保健室。せっかくだから別の部屋で休憩しなよ。動揺した王さんは追っかけてこなかったので3階に行きたいと思います。3階はなんとデデーン、電車。マー君どこだ。マー君、あ、なんかいたな今。マー君が見えた気がしたけど、気のせいかな。気のせい。おお、この野郎。マー君が逃げていっちゃう。おい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 、マー君が王さん連れてきちゃったよ。どうぞ。ごめんごめん、誰か逃げてきたかもしれん。マー君どこ行ったかな。嘘でしょ。嘘でしょ。ごめんなさい先輩。さすが、さすがいよ。余裕だな。余裕だ。俺らのチームワーク見たか。みんなめっちゃ変わったらしいんで、ちょっとここでね、様子を見つつ隠れつつみんなを助けたいと思います。ソラハーマーには会いました。ただね、一番困りにつけね、小娘に会ってないんですよ。トキ小娘ね、ちっちゃいから、うめえんだ。
いや、それはそれはびっくり。自分から歩いてきてくれるなんて良心的な子だね。さあ、残りはトキちゃんだけだ。こいつ2回張ってるよ。ああ、いけるか。やばい、はあ、なんとかみんなを助けられた、はあ、これなんか初めてです。ここは逃げたぞ、今逃げたぞ。ちゃん捕まりすぎやん。ちょっとはっちゃんの様子も誰か捕まってないか見つつ。何回捕まれば気が済むねん。あれ、もしかしてあそこにいるの？ときちゃん、もしかして。びっくりした。みんな2階にいるけど、これみんな捕まってないですか。やったー、ときちゃんありがとう。マー君どこ行ったんだろうな。ねえマー君。すごい早いな、マー君。バーカバーカ。あー、すげー。これやばい。あー、すげー。これやばい。これやばい。わー。わー。わー。やばい、トキちゃん追っかけられてる。王さんとタックンの声がする。くそ、困りが効くじゃん、ブス。あ、くそ、やばい。逃がした。マー君は捕まえた。でかい。いや、さすが。さすがだぜ。よし、じゃあちょっと俺はトキちゃんを見てくるわ。オッケー。じゃあちょっと2階くまなく探します。2階にタックン探してるから注意してよ。2階タックン探してるから注意してよ。捕まった感想は？疲れちゃったね。疲れちゃったか。うん。じゃあほら、もっと息隠した方がいいんじゃないかな。やると思ったけどな。じゃあ逃げるのかと思って捕まえたしちゃった。誰もいねえな。誰もいないよ。さっき捕まえた腹がいねえんだ。空はどこ行った？空は、空を見てねえんだ。最初のマッサージ以来、どこ行ったんだあいつは。よしよしよし、たっくんが2階でマー君に気を取られてる間に抜け出せましたということで。あーちゃん、あーちゃんがいた。いった、逃げられた。逃げられた。痛め、痛め、2回目。くそ、勘弁しなさい。もう今おとなしく捕まっとけばギャグの刑は許してやろう。ギャグの刑だけはやめて。本当に。おっ、うわ、ちょっと捕まえた。いった。大丈夫？大丈夫、ちょっと。お母さん大丈夫？もしかしたら折れたかもしれない。え、大丈夫？うん、大丈夫。上行こうか。ちょっと上行く。上行く。上行く。あー、やだー。おい、一緒に上行こう。なんでだよ。よっしゃー、トキちゃん捕まえたぜ。おーい、お父さんがなんかどれだけ大きい顔してても助けないと。うおっ、くしょ、うおっ、くしょ。うそ、捕まってなかったんだ。いたんだ。じゃあ僕もここに隠れてみんな助けます。ハーを捕まえに行きましょう。ハーはもういつの間にいなくなってた。もうね、ハーちゃんはね、草食動物と一緒。ほら、あいつ。早くね。早いよな。
マー君をちょっかい出しに行きたいと思います。うまい、嘘だろ、嘘だろ、ちくしょうなあ。てか、あっつ、これ冷房効いてるから閉めといた方がいいよ。リーバーです。バカやなおいおバカだね。マー君、どっちなんだ。よし、じゃあ、1階組と2階、3階組に分かれよ。はーちゃん、そらくん、助けてくれ。助けてって言われてる。助けに行ったいけど、マー君の助けても聞こえた。ちょっと表打ちしてかな。よし、助け待とう。助け待とう、うん、助けて、助けて、届いてるといいな。届いてる。助けに来たよ。ありがとう。じゃあ逃げるぞ。こんにちは。危なかった。失敗。いや、油断してたね。これで、あとはーちゃんだけだな。え、ほんま？そんな捕まった？捕まえちゃったんだよ。いやー、え、ほんとだ。やばい、もしかして。あ、捕まった捕まった、やっと見つけた。うおおお、今とてつもなく巨体なのにすげえスピードのやつが俺の目の前を横切ったんだから。マー君とトキちゃんを逃がすことができたので。ほわい、うわっ、あー、ありがとう。よかった、やっぱね、助けてあげたらね、やっぱね。あ、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 これ絶対絶命じゃないか。これ絶対絶命でいいっすか。ワンちゃん壁に見える色、ワンちゃん壁に見える色だな。あ、知ったまずだ。カックはバカだな。あ、いた、マーだ。マーはとりあえず捕まえとこう。マー捕まえとこう。よしよし、カッくん、ハーちゃんが消えた。ハーちゃんが消えた。ああ、さっき言ったよね、この辺。そう、この辺にいたはずなんだけど。どこ行ったんだ。気づいてない。ここか。気づいた。大丈夫、まだ壁、まだ私は壁。わかんねえよ。よし、いいや、しょうがない、後回しだ。よし、ちょっと待って、ちょっと待って、やめなさい、ベッドの上ではしたない。助けて、マー君だけ助けてるの。マー君タッチ。とりあえずトキちゃんは捕まえておこう。タッチ。はい、トキちゃんは捕まえました。あれ、マー君いなくなってんだけど。ね、誰かタッチしてくれた。あれ、こりゃやられたな。いや、待って、います、います、います。大沢がいるよ、気をつけて。お、あれ、え、やった、でかいよ。やったあら、いつも、いつも出会えば突然に。そうです。どうも、こんにちは。失礼します。そして、もしかしてと思うけど、君、君もしかしてデーモドス。デーモドス、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 うん、お、教官に敬礼。お、いいことだ、うん、お前は逃がさねえよ。この子、ゆっくりどう料理するかと言ったところ。おい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 、時こっち来んな、時こっち来んな。面白いモノマネしてくれたなら、目の5秒目つぶってあげるよ。面白いモノマネ、面白いモノマネ。ちょっと待って、それを許さない人が。あ、ご返却ですか。あ、はい、はい、そうですね、こちらの本、あ、はい、したいんですけど。はい、じゃあ確認しますね。はい、あ、あ、もう、あ、もう行って大丈夫ですよ、あの、確認できたんで。はい、大丈夫です。わかりました、はい、ありがとうございます。バカ野郎、バカ野郎、牢屋に行け。騙されると思うてか。あれ、特殊もこれ、あ、やばい、やばい、やばい。あれ、あとは、ね、サラ君はいるよ、うん、サラ君いる、うん、あとマー君だけだ。でも、あとね、もう時間がね、もう残り、やばい、わずか。やった、マー君が、やってくれた。
あ、びっくりした。あ、びっくりした。あ、びっくりした。あと一人だけだ。あと一人だけだな。俺はもう今マー君に助けてもらったから逃げようと思うね。うん、あ、ほんと。うん、今マー君が助けてくれて、うん、ありがとうマー君。あ、両手が届く。はい。あ、ということでね、ソラくんが捕まって、タックがマークを追いかけに行ったんで、ソラ…タッチ。あっ、見た今の。何今のスライド。これよ、お前の考えることなんて。よっしゃ、マー君も捕まえた。いるのは分かってんだよ。ここに逃げ込んだって情報はな。入ってんだよ。360。いなきゃいけない。よっしゃ。いるのかな。え、綺麗好き伝が。終了。もしかしてトキちゃん以外、まあ、トキちゃんだけ。あと、え、マジで、もう次は終了。終了。トキちゃんはどこだ。あっと一人。はい、というわけで今回は見事に泥棒が勝利でございました。イエーイ。それでは今回の動画が面白かったよって思ってくれたら、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。メッソンだったのでサルノリを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。